ラーメンの年間支出額全国1位の山形市。ラーメンは私たち県民にとっても欠かせない存在ですよね。今日も美味しい。ラーメンって不思議ですよね。食べれば食べるほどまた食べたくなるっていう。ちょっと辛味噌溶いて、こちらは山形市のラーメン宇宙天エボリューションの人気メニュー、ゲソ天味噌ラーメン。辛味噌とボリュームのあるゲソ天が自慢の一品です。この衣のカリカリさ加減と油の風味がですね、ラーメンの満足感をさらにアップさせるの。美味しい。山形が誇る美味しいラーメンと、もう一つ山形が誇る食材がこのほどコラボレーションしました。ラーメン大好き山形県民、この山形の人が大好きなラーメンと、山形の人がこれまた大好きなお米雪若丸がコラボしたおにぎりが、この度期間限定、個数限定で発売になるんですよね。はい、来ました、来ました、こちらです。はい、画像、うわー、こっちはこうの方がいいかな。うわ、かわいい。ちょっとなんか春の野山みたいですね。春の野山、緑が咲いてピンクの花が咲いて、これが宇宙天のおにぎら、まあおにぎらです。はい、みんなの大好物ラーメンと県産米雪若丸がコラボして生まれたのがおにぎらです。おにぎらは JA 全農山形が県産米の消費拡大に向けて、ラーメン支出額日本一に返り咲いた山形のラーメンとのコラボを考案。市内のラーメン店6店が協力しました。そしてラーメンのスープや具材を使ったお店ごとのオリジナルのおにぎり、おにぎらーが完成したんです。宇宙天エボリューションのおにぎらーはどんなお味なんでしょうか。結構詰まってますね、ご飯。ずっしり、ずっしりです。ふわっ、お、入ってる。いただきます。チャーシューだ。そうです、ですよね。です、はい、辛い、辛味噌の風味と同じだ。味噌焼きっていうか、あの味噌、豚の味噌焼きをちょっとイメージして、その味噌でなくて、まあ辛味噌で前の日からつけて味付けしたもの、一晩。確かにこう中までちゃんとその風味が通ってますね。こちらのおにぎらーはやはり辛味噌が味噌。辛味噌をベースにした漬けダレにチャーシュー用の豚肉を一晩漬け込み、こんがりと焼き上げたものが具になっています。で、周りのあの紅生姜と青のりがふわっとこういい香りをね、立たせてくれますよね。そしてこのなんか紅生姜の天ぷらが程よくこう脂っ気をこう含ませてくれて、そうです、ね、隠し味です。そうそうそう天ぷらの油の旨味を出してくれるのは紅生姜の揚げ玉です。見た目に味とアクセントを出しています。綺麗な色ですよね。そしてこだわりの具材をまとめてくれるのが県産米雪若丸。辛味噌や油の旨味など宇宙天エボリューションといえばこの味という要素が詰まったおにぎりなんです。でも新しいもの、新しいなんか味付けというか、それも勉強させてもらって今回こういう企画で、もう本当にもう茶色のイメージで見たので思わず可愛いって言っちゃいました。あの社長さんのイメージともまたちょっとなんか、また失礼なこと言ってますね私。ぴったりじゃないですか。ぴったりですか。おにぎらーは宇宙天エボリューションのほか、けんちゃんラーメン山形、麺屋神楽本店、麺達、花鳥風月の山形北町店、山形南店、そして鬼がらし本店で販売しています。
今月5日、JA 全農山形と協力してくれたラーメン店による試食会が実は行われていたんです。試食会を踏まえて18日には開局70周年 YBC 感謝祭でこのおにぎらーがお披露目無料配布され、6種類すべて10分もかからずに配布終了となったほど人気でした。雪若丸の水分量だったりその辺も調整しながらすごく面白い企画で、美味しいおにぎりができたと思います。また新たな食文化の発信ということで楽しくなるんじゃないかなと思ってワクワクしてます。私たちはそのラーメンが大好きな県民っていうところもあるんですけど、やっぱお米も大好きっていうのがあるんで、本当に大好きなものと好きなものコラボしたこれを本当に楽しんでもらいたいなっていうふうに思いますね。6種類のおにぎらーは今月末まで1日20個限定です。おにぎらーの、ね、各ラーメン屋さんがもうそこの店独自の、ね、うん、おにぎりを作ってるんで、まあ、いろんなお店に行って食べてもらいたいですね。うん。